それでは今回はすぐやる人とやれない人の習慣について解説していきたいと思います。結果を出す人と結果が出ない人、何が違うと思いますか？あなたは結果を出したいはずです。すぐやる人が結果を出す、すぐやれない人っていうのは結果が出ない、その決定的な違いっていうのは何なのか、9個解説していきたいと思います。1個目、すぐやる人は楽に自分を動かし、やれない人は無理やり自分を動かそうとする。ピカソの名言があります。すべての成功の鍵は行動だ。これがピカソの名言です。ピカソっていうのは誰よりも絵を描きました。いつの時代も成功の鍵っていうのは行動でしかないです。考える力でもないです。あなたが成功したかったら行動をするしかないってことです。すぐやる人っていうのは自分を無理に動かそうとしないです。むしろどうすれば楽に自分を動かすことができるか、これを知っています。無理にやるのってしんどくないですか？楽に楽しくやった方が簡単に行動ができます。僕も YouTube の動画を1日2本アップしてるんですけど、無理にはやってないです。楽しく動画を作ってます。無理してっていうのは辛いです。楽しく楽に動かせるように行動することがすぐやる人の特徴だと思います。2個目、すぐやる人は目の前のことに集中し、やれない人は結果ばかりを気にする。スティーブ・ジョブズが残した名言があります。もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか、これにはいそうですと言える人っていうのはすぐやる人だと思います。すぐやる人っていうのは今というものに過去よりも未来よりも大切にしています。今にフォーカスしてます。目の前のことに全力を注ぎます。一方でやれない人っていうのは、うまくいかなかったらどうしようと、そう考えて行動ができなくなっています。絶対に覚えておいてほしいことがあります。成果とか結果っていうのは自分で決めることができないってことです。仕事だと相手がいます。どれだけ頑張っても相手が必ず受け入れてくれる、そんなことはないです。恋愛でも仕事でも成果っていうのは自分で決めることができない、これっていうのは絶対的なルールです。だからといって投げ出していては当然成果っていうのは得られないです。すぐやる人、今に集中できる人っていうのはいい意味で成果を諦めています。できることを精一杯やることに意識が向いています。結果っていうのは後からついてくればいい、結果なんか関係ない、やりたいからやってるんだ、そのような考えを持ってます。今日からあなたは1日 1% 成長してほしいと思います。1年後には約38倍の自分に成長することができます。最初は大きな変化は出ないです。コツコツかもしれないです。でも1年後には大きな差を生むことができます。すぐやる人のポイントっていうのは、今この瞬間を何よりも大事にするってことです。3個目、すぐやる人は選択肢を3つ用意して、やれない人は自由選択式。すぐやる人は誰かにお願いをするとき、漠然としたお願いは絶対にしないです。3つの選択肢で相手に問いかけます。15日、18日、23日でどこかお時間ありませんでしょうか。このように相手の予定を伺います。選択肢を絞って提案することでアポ取りに成功する確率はとても高くなります。一方やれない人はアポを取るときに、いつが空いてますか、今度時間あるときに会えませんか、このような漠然とした質問を相手に問いかけます。これは絶対にやめてください。選択肢が多いことで相手に自由を与えたい、そう思うかもしれないですけど、相手はリアクションを取りづらいです。相手ときちんとアポを取りたいんであれば、3つくらいに選択肢を絞ってから相手に問いかけてみることです。すぐやる人は選択式の質問で周囲を巻き込むってことを覚えておいてください。4個目、すぐやる人は根拠なき自信を持ち、やれない人は自分を否定する。ソフトバンクの孫さんの名言があります。最初にあったのは夢と根拠のない自信だけ、そこから全てが始まった。あなたは夢と根拠のない自信を持ってますか？自分に自信が持てない人が増えています。日本青年研究所の調査では、私は価値がある人間だと思うかという質問をしたところ、アメリカの高校生の 57%、 中国の高校生の 42% がはいと答えました。あなたはどうですか？日本の高校生の結果はどうだったか、なんと 8% しかはいと答えた高校生はいなかったです。ほとんどの高校生っていうのは自分を価値ある人間だと思っていないってことです。自分なんてとか、どうせ無理だ、こういった思考パターンを持ってます。絶対にやめてほしいと思います。すぐやる人っていうのは自信さえ持っていれば実績は後からついてくる、こう考えます。もっと言うと、自信がないからやれないのではなくて、やるから自信がつく、こう考えています。自信っていうのは考えてもつかないです。行動することによって自信っていうのはついていきます。今自信が持てない方はこうしてください。自信があるように振る舞うことです。そうすることによっていつか自信が湧いてきます。できるかできないかで考えるんではなくて、根拠なき自信を持って挑戦をしてほしいと思います。
すぐやる人っていうのはとにかく自信を持ってみることの大切さを知っています。5個目、すぐやる人は B と Do を意識し、やれない人は目標だけを追いかける。目標は達成したら完了してしまいます。つまり終わりが来ます。そのため目標だけを追いかけるんではなくて、目的っていうのを明確にしてほしいと思います。目的っていうのは状態です、 B です。目標っていうのは行動です、 Do です。この2つっていうのを絶対に大切にしてください。5キロ痩せるという目標を仮に設定したとしましょう。では何のために5キロ痩せるのか、あなたは決めてますか？それが目的の設定です。目的を設定するときには未来の自分の姿がどれくらいイメージできているか、これが重要です。5キロ痩せた自分はどんな自分なのか、今の自分と何が違うのか、鮮明にイメージできてますか？すぐやる人っていうのは1年後、3年後、5年後、10年後と自分がどういう存在でありたいか、目的っていうのを意識しています。すぐやる人のポイントは未来の自分の姿を明確にして目標を立てているってことです。6個目、すぐやる人は優先順位で仕事を進め、やれない人はマルチタスクでパンク寸前です。たくさんの仕事を抱え込んでしまって複数のことを同時進行で進める、このような方って多いです。どれも中途半端です。スタンフォード大学の研究でもマルチタスクはパフォーマンスが低下すると分かっています。やれない人っていうのはやれない状況を整理しないままに気合と根性で何とかしようと思っています。でも結果は出ないです。すぐやる人っていうのはどうしているのか、優先順位を徹底しています。まずは重要度と緊急度でマッピングをしていくといいです。1、緊急でかつ重要であること。2、緊急ではあるが重要ではないこと。3、緊急ではないが重要であること。4、緊急でも重要でもないこと。4の緊急でも重要でもないことはなるべくやらないという選択肢が取れると思います。1の重要で緊急度の高いものから優先的に取り掛かる必要があります。2は自分にとってはあまり価値がないけどやらなければならないことです。ただし重要度が高くないんで、誰かに依頼できるものは依頼して終わらせた方がいいです。重要度の高いものに時間を割きたいです。そして3が最も重要です。緊急度が高くないため先延ばししがちです。優先順位付けをしておかないと重要度が高いのに取り掛かれなくなって、緊急度だけで追われる毎日を過ごしてしまいます。すぐやる人のポイントは優先順位を明確にして物事を進めているってことです。7個目、すぐやる人はやらない基準が明確で、やれない人はいやいや引き受ける。やることリスト、トゥードゥーリストを作成している人は多いと思います。ただしやることに追われている毎日だと本当にやる必要のないものまでついつい取り組んでしまって時間が足りないっていうことがあると思います。トゥードゥーリストだけでなくノットトゥードゥーリストも作ることです。すぐやる人はやることを決めるだけでなくやらないことを決めています。テレビを見ない、ラッシュ時の電車には乗らない、他人の悪口を言わない。すぐやる人はやらない基準をはっきりとさせることで他人に対してもきっぱりとノーと言います。すぐやる人は断るスピードが速いです。その方が仕事も人間関係もうまくいくことを知っているからです。すぐやる人は素直に今は必要ありません、そのお話は引き受けることはできません、素早く伝えます。一方すぐやれない人はノーとか断るのが苦手です。臨床心理士のリンダ・ティルマンはこのような言葉を残しています。特に自分に対して自信がない人ほどノーとは言えずイエスと言ってしまう癖がある。やれない人っていうのはノーということに大きな抵抗を感じています。アメリカの投資家ウォーレン・バフェットはほとんどのものにノーと言うという名言を残しています。スティーブ・ジョブズは人生の時間は限られている、誰かのための人生を生きて自分の内なる声がかき消されるようではいけないと言っています。断ることは短期的に見るとマイナスの影響が大きいように感じてしまうかもしれないです。でも長期的な目で見ると別の形でいい関係性を継続していけるチャンスが出てくるものです。すぐやる人のポイントは素早くやらないことを決めてそれを守っているってことです。8個目、すぐやる人は誰に出会うかで環境を選び、やれない人は何を学べるかで環境を選ぶ。何を学ぶかよりも誰と学ぶか、何をするかよりも誰とするか。すぐやる人っていうのは人を大切にしています。確かに何を学ぶことができるのか、これは大切なことです。しかし学ぶ上でどんな仲間を選ぶかの方が最終的にどんな人生を選ぶかにつながっていくため、こっちの方が重要です。すぐやる人は何を学ぶか以上に誰と学ぶのかっていうのを大切にしています。僕たちっていうのは環境に大きな影響を受けます。日々当たり前のように生きている環境に影響を受けています。意識が低い人たちといれば自然と自分の意識っていうのが低くなっていきます。あなたが成功したい、すぐやる人になりたい場合は行動力の高い人たちの輪に入ることが大事です。そうすることによってすぐやることができます。9個目、すぐやる人は定期的にアップデートし、やれない人は時の
の流れに不満を言います。僕たちが生きている時代は変化の激しい時代を生きています。今までと同じ考え方、同じやり方はすぐに通用しなくなるってことです。常にアップデートすることです。パソコンのソフトウェアのように人間もアップデートしていかないと成長できない、時代についていけないってことです。ダーウィンはこのような名言を残しています。このように生き残る生き物は最も力の強いものでもない、最も頭のいい人でもない、それは変化に対応できる生き物だ。このような言葉を残しています。能力が高い人、頭のいい人よりも変化できる人こそが時代に生き残れるってことです。すぐやる人は常に自分をアップデートしています。自分の中の常識を捨てて新しい非常識を取り入れていきます。一方やれない人っていうのは現状に満足して変化する社会を嘆いていきます。すぐやる人のポイントは常識にとらわれず非常識も取り入れようとするってことです。それではまとめいきたいと思います。1個目、すぐやる人は楽に自分を犯し、やれない人は無理やり自分を犯そうとする。2個目、すぐやる人は目の前のことに集中し、やれない人は結果ばかりを気にする。3個目、すぐやる人は選択肢を3つ用意し、やれない人は自由選択式。4個目、すぐやる人は根拠なき自信を持ち、やれない人は自分を否定する。5個目、すぐやる人は B と Do を意識し、やれない人は目標だけを追いかける。6個目、すぐやる人は優先順位で仕事を進め、やれない人はマルチタスクでパンク寸前。7個目、すぐやる人はやらない基準が明確で、やれない人はいやいや引き受ける。8個目、すぐやる人は誰に出会うかで環境を選び、やれない人は何を学べるかで環境を選ぶ。9個目、すぐやる人は定期的にアップデートし、やれない人は時の流れに不満を言う。時間を制する者は人生を制します。そのための最強のメソッドがすぐやることです。シンプルだけど難しいです。なぜ難しいのか、あなたはこう思ったことあるはずです。明日がある、今度やろう、そのうちやろう、これが口癖になっているからです。大事なことは今自分にできることに集中することです。これ以外に成功の方法っていうのはないです。行動力がない方は考えたらダメです。行動力っていうのは行動によってしか身につかないです。最後に質問します。あなたはこの動画を見るだけで終わりますか、それか動画を終えた瞬間から何かを始めますか。この違いこそがすぐやる人とやれない人の違いです。まず一つ、どれでもいいです。今この瞬間にできることは何なのか、その小さな小さな一歩がやがて大きな変化をあなたの人生にもたらしてくれます。すぐやる人にぜひなってほしいと思います。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。